雑誌ヶ谷霊園にある、鬼坊主、聖吉の墓木坊主聖吉文化2年6月27日、こと、むしく聖吉は、江戸時代の盗賊である。牛込生まれ。父は漁師をしていたらしいが、家は貧しく、京橋の家冶屋という商家に奉公に出される。盗みで捕獲され、入れ墨を入れられ、住叩きの刑を受けたが否人小屋に入って、入れ墨を消し、 日雇といとなった。しかし、入れ墨を消した罪で、再び捕獲され、再度入れ墨を入れられた上で、江戸追放の刑を受けた。しかしそんなものは、鬼坊主にとって、全く意味がなかったようで、数人の仲間と徒党を組み、路上強盗、ひったくり、武装強盗を連日にわたって繰り返し、懸命の捜査を行う長武行や、 引きつけ盗賊改め方を嘲笑うかのごとく、江戸中を蹂躙した。あまりの進出鬼没ぶりに、この種の犯罪としては、異例の人相書が作成され、非常の捜査体制である取り物出約まで発動された。そのため上方へ逃亡し、文化2年4月に彼の地で捕獲される。4月24日、江戸に護送されるが、 有名人である、鬼坊主を一目見ようと群衆が押し寄せた。鬼坊主は、北町奉行、小田切忠年の尋問に対して、罪を認め、2ヶ月後の6月27日、市中引き回しの上、小塚っぱらで、仲間2名と共に獄門にかけられた。去年30。時世は、武蔵野に名もつる小利し、鬼あざみ氷の暑さに乗って、い、るる。 坊主というあだ名が付けられているが僧侶ではなく、体が大きく風体が異様だったせいらしい。墓所は、東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園。ありがとうございます。